グッドモーニング YouTube。今日は済生会栗橋病院、南先生による、モデレートエースの、プリパレーションっていうんですかね、についてです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はこちらの論文を読んできました。早速ではあるんですけれども、ASシビアの患者さんに関して言うと、ASシビアで自覚症状、何らかしらの自覚症状がある場合、その平均余命というのは2、3年とされていて、症候性の ASシビア症例というのは予後不良であることは、よく知られております。一方で無症候性の ASシビアであってもですね、過去の報告、いろいろと報告ありますけれども、全体的に見るとやはり予後不良であるというふうに言われております。で、ASはい。患者の治療方針、特に AVR の適用に関しては、ASシビアであることが大前提というふうになっていて、その中で自覚症状がある段階で、すでにもう手術適用というふうに判断されます。一方、自覚症状がなくても LVEF が、低下しているというふうな症状である、あの症例であれば、手術適用というふうに考えられております。このように ASシビアに関しては、その診断、予後、治療適用に関して確立されておりますけれども、ASモデレート患者の予後についてはあまり知られていないのが現状です。で、過去の大規模な心エコーの、データベースを用いた報告になるんですけれども、これはすべて LVEF が正常な例限定でありますが、これによるとですね、この ASモデレートというのがこの紫色で、黒いのが ASシビアなんですけれども、ASのモデレートであっても、長期の生存率の、低下と、関連していて、ASのないこのオレンジ色の患者と比べると、死亡率は2倍に、増加したというふうな報告もあります。これ、シビアに移行しちゃうからっていうことなんですか？それともそういうことじゃなくて。これエコーを当てた時点のですね、多分初回の、そうだよね。エコーの評価というところだと思います。はい。で、さらにですね、これはAS モデレートで、かつ LVEF が低下した合併での、検討なんですが、これはですね、4年間の、オールコーズです、全死亡を見ると36%、それから全死亡と心不全の入院で見てみると、4年間で48%生じたというふうな報告になります。これ、ASがモデレートであっても、左室にこのように圧負荷がかかって、その結果、心機能が低下した例というのは極めて、予後不良で、左室機能障害をきたす前に、早期介入を必要とする、患者を特定することが重要なんではないかというふうに言われております。で、先ほど、ASモデレートの話少し出しましたが、その前にちょっと ASシビア患者のですね、話に一旦戻ります。これ、2017年の、ESC で報告されたものになるんですが、ASシビア患者において、その大動脈弁以外の心臓異常の合併をもとにした新しいステージ分類というのが提唱されております。ステージ0に関しては、ASシビアはあるんですけれども、その他には特に異常のないもの。ステージ1というのは ASの他に左室障害ですね。その内容としては、LVH の変化、それから拡張障害、LVF の低下を認めるものというふうになっております。一方、ステージ2はですね、さらに進行して、左室充満圧が上昇して、その結果、モデレート以上の MR、それから砂防溶石の増加、その結果、心房細動が出現したりというものがステージ2。で、さらに進行してた場合はですね、ステージ3になって、肺動脈圧の上昇、それから、右心系まで影響するということで、モデレート以上の TR が吹く。で、さらに進行すると、ステージ4で、右心不全の合併というふうに、定義しております。で、当時の報告では、ASのシビアの患者をこの5つのステージにですね、分類してみると、このステージ0の割合というのが3%、ステージ1の患者が13%、ステージ2が51%、ステージ3が25%、ステージ4が約9%の割合というふうになったんですが、それでカプラマイヤーを見てみると、ASシビアに、このようにですね、心臓の異常が合併して、その程度が悪いのがステージ4の方になるんですけれども、そちらの段階に行くにつれてですね、その予後は不良であるというふうなことが示されました。
で、さらにこれをですね、今度は症候性の AS シビア患者に限定して、まあ、同じように、評価しております。これの先ほどのステージ分類と全く同じ分け方をしているんですけれども、まあ、ステージ0、特に心臓異常の合併がないものが 8%。やっぱり一番多いのは、まあ、左心径、左房であったりとか、僧帽弁に影響を及ぼしているステージ2が一番多いんですが、まあ、その割合としても大体同じようなものになっております。で、まあ、こちらがオールコーズです。これがオールコーズですと、まあ、その他の複合イベントになりますけれども、まあ、いずれにしてもですね、このステージ0を基準にすると、まあ、ステージ3とかステージ4である、まあ、そういった心臓の合併症を、まあ、多く有する、まあ、多く有すると言いますか、その程度が強いものに関してはですね、やはり予後不良であるというふうなことが、まあ、示されております。で今度、まあ、ほとんど同じ時期に発表されたものなんですけど、この無症候性の AS シビアの患者に関して、まあ、同じ検討されておりますが、こちらもですね、先ほどと同じような、まあ、割合で、まあ、ステージ2の割合が一番多くて、まあ、46%。まあ、このステージ3、まあ、右心径、まあ、肺動脈圧の上昇であったりとか、まあ、TR、それから右心不全合併したような、まあ、ステージ3、4っていうふうに、まあ、くくられておりますけれども、まあ、やはりそのステージが上がるごとで、まあ、その予後はどんどん悪くなっていくっていうふうな、報告があります。で、まあ、これまでちょっと AS シビアに関してお話ししてきましたけれども、まあ、ちょっと AS モデレートに関しても、まあ、スタディが全然これまでなかったっていうこともありまして、今回はこのステージをですね、まあ、利用して、まあ、その AS モデレート患者でも、その大動脈弁以外の、まあ、心臓異常を合併するんではないかというふうな仮定、それから、まあ、そのように合併した例で、まあ、その予後はどうなるかっていうのをですね、まず検討する必要があるんじゃないかということで、今回の論文の内容になります。で、本研究の目的は、先ほどの通り、その AS モデレート患者に限定してなんですけれども、その大動脈弁以外の心臓異常が、まあ、どれくらいの割合で併存しているのかっていうのを評価することと、まあ、その心臓異常の程度、先ほどのステージが増えていくとですね、さらにそのアウトカムがどのようになるのかっていうことを評価しております。で、これは2001年から2018年に行われた後ろ向きの観察研究になりますが、対象はその心エコーで AS モデレートと診断された1245名です。で、今回の AS モデレートの定義っていうのは AVA で求められていて、まあ、AVA 1.0 から1.5 の範囲を AS モデレートというふうに定義しております。まあ、施設に関してはシンガポールの施設と、オランダの、施設、西施設になりますね。一応除外に関しては、まあ、AS シビアが、まあ、示唆されます、その左室流出路と大動脈弁行での、まあ、流速の、時間速度、積分値の比っていうのが、まあ、0.25 未満、それから、まあ、もうすでに AVR を行われている患者を除外しております。その他、心臓血管系の危険因子や、まあ、使用薬剤、臨床経過のデータなどが収集されております。で、まあ、AS の評価に関しては、特別新たなことをやっているわけではないんですけれども、まあ、最大の流速を測定するために、まあ、3チャンバービュー、もしくは、まあ、5チャンバーで、AS、A 弁を病出して、連続波で、ベロシティを測定しております。で、圧拡散に関しては、まあ、通常通りベルヌイの式を使用して計算して、AVA に関しては連続の式で計算しております。その他、AS だけではなくて、LVF、LVDD、DS、砂防溶石、拡張能などは、まあ、通常の方法で記録されました。まあ、AS の、重症度に関しては表の通りで、まあ、AVA 1.0 から1.5をモデレートとしております。で、こちら先ほども出ましたけれども、まあ、以前の ESC の方で、使用された AS シビア患者のステージ分類のアルゴリズムを用いて、今回は AS モデレート患者を同様にステージ分類し、まあ、グループ0からグループ4までの5つのグループに割り付けます。で、グループ0に関しては先ほどの通りの、まあ、大動脈弁以外に心機能障害はないもの。で、それからグループ1、グループ2、グループ3というふうに、まあ、その心異常の合併の程度が増えていって、最後、ステージ4は右心径にまで影響を及ぼしているものというふうにしております。一応、すべての AS モデレート患者っていうのは、その全死亡、心臓関連の入院、サージカル AVR、もしくは、まあ、タビなどの、まあ、カテーテルでの AVR について、まあ、追跡されていて、
まあ、プライマリーアウトカムは全死亡としています。セカンダリーは全死亡の他に、まあ、心臓血管系の合併症での入院の複合というふうに定義しました。で一応、そのエースモデレート患者の薬物治療のみの、まあ、効果判定するために、まあ、経過中に AVR を施行された患者は AVR 時にカプラマイヤーから打ち切られたというふうなこともやっております。でこちらが患者背景になりますが、まあ、平均年齢は71歳で男性の割合が 50% でした。で患者の大多数で、まあ、動脈硬化の危険因子っていうのを、まあ、有しておりますが、まあ、特に高血圧が8割脂質異常症も8割なんですが、糖尿病に関してはですね、それほど、まあ、多い割合ではありませんでした。で冠動脈疾患に関しては 48% で、まあ、17% の患者において、まあ、心筋梗塞の寄与があったというふうな結果です。でこの AS モデレートとエコー診断された時点で、症状、自覚症状があったのは 34% で、まあ、最も多い症状は、呼吸困難というふうな症状でした。次に多いのは狭心症状であったというふうな結果となります。で、AS モデレートと診断された患者で、その大動脈弁以外の心機能異常の程度で5つのグループに分類したところ、まあ、大動脈弁以外の病変がないグループ0っていうのが 13%、左室関連の障害を伴うグループ1が 27%、サボ・僧帽弁への障害を伴うグループ2が 43%、まあ、肺動脈への三尖弁への障害を伴うグループ3が 11%、右心機能障害を伴うグループ4というのが 7% でした。でこれ先ほどのベースラインのキャラクタリスティックスですが、まあ、このグループごとで今度見ていきますけれども、心障害の程度が大きい、まあ、つまりこちらのグループ3、4に近づくほど、まあ、患者の年齢というのは高い傾向にあり、まあ、心血管リスク因子に関しても多かったというふうな結果になります。でその他、グループ3、4ではですね、まあ、その症状がある患者の割合というのがもう半数以上でした。でまた同様にこれらの患者に関しては腎機能が悪い、それからまあ心房細動に対する、抗凝固薬の、内服が多かった、それからまあ症状の緩和目的に利尿薬の使用が多かったというふうな、患者背景になります。でこちらがベースラインの心エコーでのパラメータになります。こちらも患者全体とそれからグループごとで解析されておりますけれども、まあ、予想通りそのより進行した大動脈弁以外の心臓病変のあるグループに関しては、まあ、LVEF が、このように LVEF が低いというふうな結果と、あとはその E by E プライムがまあ高い、それから砂防溶石が大きかったというふうな結果です。一方、AS に関して見てみると、このバイカスピットに関しては、グループ0の方にですね、まあ、多くの割合で見られたというふうなところが、まあ、興味深い結果であったかなというふうに思います。でこちらはですね、まあ、今回登録された AS モデレート患者のうち、まあ、その心臓異常ですね、まあ、先ほどいろいろ定義しましたけれども、まあ、その心臓異常の程度の、まあ、個々の要素のですね、発生率っていうのを調べたもので、まあ、AS モデレート患者の多く、約6割に関しては、まあ、LVH を伴って、まあ、LV マスインデックスが高値である。でさらに E by プライムが高値である割合が多く、まあ、さらに左室充満圧が上昇した結果、砂防への負荷がかかって砂防溶石っていうのが増大しておりました。一方で、この LVEF が低下していたりとか、まあ、モデレート以上の MR、それから、心房細動の発生に関しては、それほど大きい割合では見られませんでした。でフォローアップ中中央値 2.4 年の時点で、まあ、全体の 30% の、まあ、373人がサージカルもしくはまあカテーテルでの AVR を施行されております。でフォローアップ中央値 4.3 年の間に564人、約 45% がですね、まあ、死亡していて、まあ、フォローアップ4年の間に620人、こちらも約 50% ですが、全死亡と、まあ、その他心血管系イベントの合併、複合イベントが発生したというふうな結果でした。でそれぞれグループごとで見ていくと、自覚症状の強い割合が多かったこのグループ3、4ですが、AVR の死亡率というのは、まあ、他のグループに比べて割合としては低い。
という結果で、まあ、全死亡や、全死亡であったりとか、その複合イベントの発生に関してもですね、こちらのグループ3、4の方が高いというふうな結果になっております。でこちらがカプラマイ曲線になりますけれども、エースモデレート患者で、その大動脈弁以外の心臓病変がより進行した患者群では、その5年累積死亡率が優位に高く、まあ、複合イベントの発生率についても同様の結果でした。まあ、いずれもグループ4、このグループ0をリファレンスとして、心臓病変の進行がサボ、僧帽弁まで至るグループ2、それから肺血管、三尖弁に至るグループ3、神経に至るグループ4、いずれにおいてもですね、まあ、その全死亡、複合イベントの発生率は優位に高いというふうな結果です。で次にですね、これは経過中に AVR を施行された患者をそのカプラマイヤーから、打ち切って、さらにもう一度カプラマイヤーを引いたものになりますけれども、まあ、経過中に AVR 施行された患者をですね、まあ、除外して、まあ、カプラマイヤーを引いた結果に関しても同じく、グループ0をリファレンスとして、まあ、グループ2グループ1からグループ4まで、まあ、優位にその死亡率であったりとか、まあ、こういった複合イベントの発生率が高いというふうな結果となっております。で、ACE モデレート患者での、まあ、全死亡、こちらが全死亡、こちらが複合イベントになりますが、まあ、それぞれ単変量と多変量解析が行われております。全死亡で見てみると、まあ、多変量解析では、まあ、年齢、それから2波が3度以上、腎機能、糖尿病、あとは A 弁のそのピークのベロシティ、AVR 指向、あとはその大動脈弁以外のですね、心臓異常の存在っていうのは独立した関連因子でありました。で特にこの部分に関しては、グループ1はですね、それほど関連性なかったんですけれども、グループ2からグループ4にかけて、まあ、その全死亡と関連性があったというふうな結果になっております。一方、複合エンドポイントに関しては、まあ年齢、それから男性、心筋梗塞の起用、それから COPD、2波、3度以上、腎機能、糖尿病、それからベロシティ、大動脈弁以外のその、心臓合併の存在っていうのが独立した関連因子だったんですが、まあ、特にこの、複合イベントの方に関してのその心臓異常の程度に関してはグループ3、グループ4が、まあ、統計学的には関連していたというふうな結果になります。で、ディスカッションに移りますが、まあ、本研究では多くのエースモデレート患者において、まあ、程度に差はあるんですが、大動脈弁以外の心臓異常を示しました。で特にその解剖学的にサボや僧帽弁以前の手前のところまでですね、心機能異常をきたしている場合に関しては、まあ、全死亡、それから心血管複合イベントと独立して関連していることも示されました。で、エース患者では、まあ、慢性的にその左室に圧負荷がかかって、左室リモデリングを引き起こして、左室充満圧が上昇した結果、サボ圧が上昇、サボ拡大、心房細動の発生につながると考えられます。でさらにサボ圧が上昇した結果、肺動脈圧が上昇し、サボ拡大、あ、ごめんなさい、TR の発生、右室拡大、右心機能不全につながる可能性も考えられます。で過去の報告を見ると、これはエースシビアにですね、まあ、MR を合併したもの、もしくはエースシビアに TR を合併したものになるんですが、このようにそのシビアの MR を合併したものであったりとか、まあ、TR を合併したものに関しては極めて予後が悪いというふうな報告もされております。まあ、これらの過去の報告もですね、まあ、このように今回の使用したアルゴリズムを用いてグループ分けしてみると、やはり一番多いのはグループ2の割合で、まあ、他のグループ1、グループ3、グループ4に関しても今回の割合と全く同様の結果でした。一応そのような原因になる理由としては、その左室に慢性的に圧負荷がかかって、まあ、エースがシビアになる以前にですね、まあ、段階的に左室に変化をきたしてたんじゃないかというふうなことが推測されます。で患者背景にもあったんですが、まあ、エースモデレート患者で特に心臓異常を合併した患者においては、まあ、動脈硬化のリスク因子を多数有していて、まあ、その結果左室リモデリングが進行しやすく、エースモデレートであっても症候性である割合が多かったことが考えられます。で本研究ではエースモデレート患者のうち、まあ、心臓異常をもとにですね、まあ、ステージ分類
していますが、そのステージが進行した患者において、死亡率、心血管複合イベントが増加したことが示されました。でこれまでは AS シビア患者においてだけ、使用されていたアルゴリズムなんですが、AS モデレート患者でも使用でき、そのことでですね、そのシビアに至らない症例であっても、その予後不良例を特定することができることが示されました。特にグループ4の患者の患者群で見てみると、約半数で症候性ではあったんですが、AVR を使用されたのはたった 13% というふうな結果で、これだけやっぱり低くなっている原因としてはですね、複数の併存疾患があるために手術リスクが高いと判断されたり、あとは今回モデレート症例なので、便行面積が 1.0 を超えているということで、AVR の適用となるほど重症ではないんじゃないかというふうに判断して、その経過中に死亡した可能性というのが考えられます。で、ガイドラインではですね、一応その AS のモデレートに関してのモニタリングの頻度と、長期天気の影響を判断するための大規模な観察研究はありませんので、今はおそらくその AS モデレート患者に関しては1、2年ごとにモニタリングするということが推奨されていると思います。ただ今回は AS を伴うその心臓異常の程度が大きい、特にグループ3、4に関しては、イベント発生までの期間というのが優位に短かったので、このように1、2年でモニタリングするよりも、そういった限定した患者においてはですね、もっと頻回にモニタリングする必要があるのではないかというふうな結論に至っています。ただかといってグループ2からグループ4の患者にその早期介入することで生存率を改善したかどうかというのはまた不明ですので、その点に関してはまたさらに前向きの研究が行われなければ、その生存率を改善するかどうかの判定はできないとは思います。以上、リミテーションです。結論ですが、AS モデレート患者において、AS 大動脈弁以外の心病変に基づいたステージ分類することで、リスク層別化が可能となって、特に高リスクの患者を選定し、頻回のモニタリングの恩恵を受けられる、患者を特定することができるというふうな結果です。以上です。はい、ありがとうございました。今回は、AS モデレートのリスク層別化ということでした。AS シビアは予後不良で、そのリスク層別化ができていた。で、それを AS モデレートにも当てはめたらどうかということを、レトロスペクティブに、解析をしたところ、AS シビアと同じようなリスク層別化が可能であったっていう話だったのかなというふうに思います。やっぱりディスカッションしたいことはいくつかあるんじゃないかと思うんですが、まずは、フロアから質問を聞いていきたいと思います。ご質問ある方いらっしゃいますか？ありがとうございました。結局 AVR すると解析から外れちゃうっていうことは、この AS モデレートで他の、心臓構造異常があって、でも AVR しないで死んじゃうっていう患者さんってすごくなんか限定された集団なんじゃないかなと思うんですけども、そのどういう患者さんがこの AVR をしないまま他の併存疾患があってこのカプラマイの最後まで残ってるのかっていうのがちょっとイメージわからなかったんですけど、もう一回説明していただけますか？一応ですね、経過中だいたい常時 4年くらいの間にですね、サージカルもしくはカテーテルで足袋がされてるんですけど、一応グループ2まではですね、もう 30% を超える患者で、AVR がされてるんですが、グループ3になると 22%、グループ4っていうのが約 13% っていうふうになって、優位にやっぱり少ないんですよね。で、実際その患者背景、ちょっともう一回戻りますけど、一応そのグループ3、グループ4っていうのは、やっぱりその AS モデレートであっても、呼吸困難であったりとか、狭心症状のですね、自覚症状っていうのが、約半数以上見られるというふうな結果です。で、逆にその動脈硬化因子がですね、やっぱり非常に多いっていうふうなところが、やっぱり原因でですね、おそらく、ちょっとこちらには、書いてますけど、やっぱり冠動脈のそのリスク因子、ごめんなさい、冠動脈病変っていうのもですね、非常に多いんですよ。なので、こういった患者のその、AS だけではなくて、こういった動脈硬化因子が非常に多いということで、やっぱり重篤な割合が多く、やっぱりその併存疾患が多いことで、やっぱり手術のリスクが高いんじゃないかということで、AVR をされてないんですよね。ただ、その人たちがちょっと
その後の経過に関して見てみると、これ AVR をされた患者はですね、まあ、除外されてのカプランマイヤーなので、まあ、このグループ3、グループ4ともにですね、先ほどのこっちに比べると、まあ、高くなっちゃってるんですよね。まあ、より死亡してるというふうな結果になります。ありがとうございます。この、まあ、あのグループ3、グループ4の予後を改善するためには、この結果から示唆されることは、AVR の介入を早めましょうっていうようなことではなくて、どういう介入していけばいいんですかね。ですね、ちょっと今回の論文の結果とすると、やっぱりそのステージがですね、先に行かないうちにやっぱり治療しましょうっていうのがメッセージなのかなというふうに僕は一応捉えてはいました。この最初冒頭の方に出てきたですね、もうステージ3、4になってしまうと、まあ、正直言ってそれほどまあ、期待が見込めないといいますか、先ほどの理由で、まあ、やっぱり AVR されないこともあるので、まあ、S の治療といえばやっぱり AVR なので、もうこういった段階でやってしまった方がですね、予後としてはいいんじゃないかっていうふうなメッセージだと捉えております。で、現状 のガイドラインだと S モデレートでこのステージ 1,2 だと、まあ、手術の適用にはなかなかならないじゃないですか、はい、なので、まあまあ、ガイドライン上でやっていくならもう少しそのフォローの頻度を高めてとかっていうことになるんですかね。おそらくそうだと思いますね。まあ、エースシビアっていうのがまあ大前提のガイドラインになってしまってるので、正直言ってエースモデレートの場合にじゃあどこまでその心臓の異常があったらオペするかっていうのは正直なかなか難しいところだと思うんですよね。まあ、冠動脈病変とかがあってバイパスと AVR っていうことであれば、まあ、話はもっとシンプルかもしれませんけど、AS だけで言うとなかなかちょっと複雑というか、ちょっと判断に迷うところはあると思います。ありがとうございます。高木先生、はい、高木先生どうぞ。あ、もしもし。はい、あ、すいません、ちょっとタクシー乗ってて、もう3、4はもう仕方ないと思って聞いたんですけど、はい、キャプラマイヤー見てる限り、グループ2はやっぱ肝だと思ってたんですけど、グループ1と2がキャプラマイヤーほとんど一緒に見えたんですけど、だけど、なんか、独立因子としては、1は関係ないっていうのが、ちょっと、なんでかなと思って伺ってたのが一つあるのと、あとこれ、ローフロー、ローグレードの人ってどこに入るんですか？いっぱい1に入るんですか？これはですね、ちょっと僕もそれ思ったんですけど、一応ですね、今回 AVA だけでそのモデレートっていうのを定義していてですね、ちょっとそのローフロー、ローグラディエントであったりとか、あとはその、あれですね、ちょっとあれに関してはちょっと記載がなくて、ほとんども AVA だけでちょっと判断されてるので、ちょっとその患者群に関しての評価っていうのはおそらくできてないんだと思います。パラドクシカルエースとかですね。やっぱりこの論文の一番の弱点は僕思ってたんですけど、ライデンとシンガポールでやって、はい、AVA の絶対値でやってるんですよね、はいはい、でオランダ人とシンガポール人の体格を考えたらちょっとそれは無理あるんじゃないかなって思ってそうですね、はい、だいぶアジア人と欧米人ですからちょっと体格が違いそうですね。ちょっと今の質問たちに関連して思うのは、まずこれAVR のインディケーションってこれ決まってるんですかね。シビアになるのを待ってからやってるかっていうのは結構大事な因子だと思うんですけど、どうですか？まあ、手術時期に関してはですね、まあ、実際どの段階になって手術したかっていう記載は特になくて、まあ、その中央値その4年の間に、まあ、AVR 施行された患者がいるというふうな、あとはそのインディケーションに関しての特別なその記載っていうのもなくてですね、なのでおそらくまあそのハートチームでの相談の結果っていうところだと思います。まあ、あとはその併存疾患のですね、冠動脈病変とかっていうのもありましたが、うん、実際そのバイパスが同時に行われたかどうかっていうのもですね、なくて、なのでちょっとそこに関しては明確な答えっていうのがちょっと出せないです。わかりました。ありがとうございます。あとですね、ちょっとこれストレートにしてしまうと、はい、こういうリスクの層別化って、例えば、エースがマイルドの人でも、ひょっとしたらエースがない人でも、こういうカプラマイ曲線って引けちゃうんじゃないかなって、ちょっと思ったりするんですよ。つまり、エースモデレートのせいで、LV が悪くなって、どうなってっていうのが、その勧めとして正しいかは、ここで論じちゃいけないような気がするんですね。
なので、これが早期介入につながるかどうかっていうところは、まあ、筆者はそういうふうにメッセージとして捉えてますけど、まあ、ちょっと危険なのかなっていう思いは、ちょっと思いながらちょっと聞いていたんですが、南先生としては、まあ、早期介入がいいんじゃないかっていうことですかね。あ、いえ、全く先生のおっしゃる通りだと思います。結局、AS だけでですね、語れない部分も当然ありますし、まあ、今回、ですね、これまでその AS シビアの症例に関して、まあ、ちょっとこのような、背景があったということでですね、でさらに、まあ、AS モデレートの患者でも予後不良というふうな背景もあって、で今回じゃあその AS シビアだけじゃなくて、モデレートの患者にもちょっと応用してみようというふうな流れでの話なので、まあ、ちょっとマイルドにの症例にやったらどうかっていうのもちょっと分かりませんけど、まあ、当然 AS だけじゃなくて虚血の絡みであったりとかっていうのも当然あるので、うん、まあ、ちょっと一概には今回の結果をもとに全ては語れないかなとは思います。分かりました、ありがとうございます。まあ、一つ言えそうなのはあれですかね、エキスパートコンセンサスで今モデレートエースのフォローアップは1年から2年に1回ってことになってるけど、それまでにひょっとしたらその何かイベントを起こして亡くなっちゃうような患者さんっていうのがこうリスク層別化できてクロスフォローアップするような患者さんを拾うことができるかもしれないっていう、はい、そんな感じなんですかね。まあ、それが今回の結合ですね。分かりました、ありがとうございます。高木先生どうぞ。高木先生どうぞ。あ、もしも一個だけ、さっきの最後の質問に関連してるんですけど、僕たちってなんかスタチンちょっと入れたりとかやってますけど、AS モデレートの人に、いわゆる本当にすごくアグレッシブな内科治療してるかってしてないですよね。その辺がなんか一つのなんかメッセージともう一個あるんじゃないかなと思って伺ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。田上先生、スタチンが AS の予後を改善するっていうデータって、僕ちょっとあんまり、存じ上げてなかったんですけれども、先生。でも、気持ち入れたりしてるじゃないですか。なるほど。だけど、僕たち今、スタチンのアグレッシブとかで AS に対して試してないですよね。ああ、なるほど。例えば70を切るようにするとか。はい。そういったところへんがまだ変えとか、まあ、ベータブロッカーとかエースか分かんないですけど、その辺の、なんか、どうせ手術するかしないかだけみたいな感じで、僕たちエコーのフォローしかしてなかったかなって思ってたんですけど。はい。なるほど。内科的治療に関しても、ちょっとスポットライト当てはいいんじゃないかっていうような。でも、どうですか、スタチンってコロナリーの一時予防もできてないのに、エースの一時予防できますかね。AS の一時予防じゃなくて、AS がある人はもうコロナの二次予防に一緒じゃないか、そういう考え方。コロナの二次予防。そうそう。なんかね、なんかあんな大きい便のところをスタチンぐらいでどうにかなんのかなっていうのは、ちょっとね、はなはだどうなのかと思っちゃいますけどね。ありがとうございます。はい。高木先生、ありがとうございます。十条先生、いかがですかね。高田先生からの質問。あ、すいません、はい。高田先生からご質問いただいてて、突然死のリスクについては述べられてましたかということですが、いかがですか。あ、これはサドンデスなくてですね、オールコーズデスなので、ちょっとまあ心臓関連死だけではなくて、まあいろんな、まあ、突然死も含んでるとは思うんですけど、うん、一応オールコーズデスなので、突然死だけではないですね。はい。わかりました。死因に関する解析はちょっと深くまではできてないということです。はい。はい、十条先生。いや、そうなんですよね。だから何で死んでるのかなっていうのはすごく、気になるところではありますよね。で、これメッセージをもうちょっとこう、なんていうか、好意的に取るんであれば、まあ、もともとは LV が大丈夫だった人が、モデレートエースの人がEF が下がってきちゃったら、便に対する介入をしてもいいんじゃないかとか、その、EF 悪くって、さらに肺動脈も高くなってくるような人がいればですね、圧も高くなってくるような人がいれば、積極的に、まあ、シビアじゃなくても介入してもいいんじゃないかっていうメッセージには取れそうですかね。まあ、その先ほどもちょっとディスカッションであったんですが、まあ、介入して良くなるかどうかっていうのもちょっと、まあ、別問題かなっていうのはあるので、うん、まあ、それに関してはちょっとまた検討しなきゃならないのかなと、ね、なんていうか、そのシビアの AS の患者さんも基本的にはアシンプトマティックの人に関しては介入は、特には勧められてないわけですが、まあ、モデレートでも、まあ、複合的にその
これって言ってみれば、シンプトマティックの患者さんだと思うので、そういう方には、もしかしたら介入するしてもいいのかなっていうのと、実際にこの人たちの中で介入されてる人もいるとは思うので、その脱落した介入されてる人のカプラン前も1個示してあげればよかったのになとは思いますけどね。あ、脱落した患者のですか？そう。だからこれ、便に介入した患者はもう外してるんですよね。あ、そうです。そのカプラン前も書いてあげれば、そんなに大行なことしなくても分かるんじゃないかなとは思いましたけどね。はい。そうです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他ご質問ある方いらっしゃいますか？なさそうですかね。はい。ということで、今回は、ACE モデレートのリスク層別化ということでお話をしてもらいました。介入をどうするかというところまではちょっと今回研究難しいかもしれないんですけど、日常臨床でどういう人たちが危ないかというところを意識して、見ていけたらいいのかなと思います。それでは今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。